ケモンソルジャーの切ないです。 A0 です。ヘルピンです。今回はポケモン配信がたくさん聞いた BGM ランキングということでやっていきたいと思います。シングルバトルに詳しくて対戦経験が長い自分たちにしか作れないようなガチのランキングとなっています。前半でなぜこのポケモンがランクインするのかをそれぞれ解説して、まあ、最後にランキング形式で結果を発表します。ヘルピンさんランキング動画出るの初じゃない？初めてやね。今回その初めてランキング動画に出るにあたって、まあ、なぜ出るのかって言ったら、まあ、今回 BGM に焦点を当ててランキング付けていくわけやんね。うん、まあ、俺ってまあ BGM にはこだわりがある。いいゲームにはいい BGM が必ずセットでついてくるんよ。まあ確かに。だからまあポケモンはまあいいゲームなので、ならば BGM に注目しないっていうのはちょっと考えられないっていう。正直自分は、まあ、ストーリー最初やるときとかはちゃんと音聞くんだけど、対戦の準備とかしてるときは全然音出してやってないから、 BGM あんま聞いてないんだろうなってな正直あるから、まあそういうのも含めてヘルピさんに来てもらったいいよねっていう話が。ということで今回のランキングは10年以上の対戦歴を持つ僕たちがポケモンやっていく上で最も多く聞くことになった BGM をランキングにしていきます。不可厳選するときに使う育て屋の前の道路とか、まあ、そういうなんかいわゆる廃人ロードとかの BGM はたくさん聞くことになるから、まあそういう BGM はまあランクインすることにはなるよね。好きで聞くというよりは聞かされた BGM という言い方の方が正しいよな。人によっては不快感を催す可能性もある。ノイローゼみたいになったりな。ということで早速やっていきます。まずは自転車かっこ一周地方ね。でってでってってやつやな。どこで一番効くかというと、まあ、育て屋の前で卵をもらう時だよ。卵もらうために走るわけだからね、まあ、その時は自転車乗ってるよね当然だけど。もろもろの作業を育て屋の中でした後に自転車乗るとこの BGM に強制的に切れ替わってしまうと。自転車 BGM ってなんかいわゆる4世代の Z ロードって呼ばれるやつとか、なんか他の町とか道路を経由するから BGM が切り替わるんやけど、この5世代の育て屋前の負荷ロードはその BGM の切り替わりどころがないからと聞かされる時間が長いっていうのがあるかもしれんな。まあこの曲どうですか。もうほとんど5世代って聞いてる BGM ってもうパターン化されてて、まあ4種類ぐらいしかないよね。もう実家のような安心感っていう言葉が一番正しいな。まあスーパーで流れてても違和感なさそうだよね。これがもうほとんど BW の基本 BGM みたいな感じかな。正直多分負荷作業5世代が一番やったくない多分自分たちは。ああ多分ね。そういう意味も含めてマジでめちゃくちゃ聞いてる気がする。良くも悪くも思い出の曲ということで、まあ、これは文句なしでしょう。次にライモンシティ。テレテーテレテーってやつやな。どこで聞くかといったらまあライモンシティ。そりゃそうだ。ここになんかいろいろ施設が密集してるんだよね。あとライモンドームとかもあるし、 BW2 だとはジョインアベニューもあるか。ジャッジがあって、まあそのジャッジがいる場所にバトルサブウェイもあって、個体値教えてもらうにもその人のところに行って話を聞かんと自分の個体値が V だとかなんかそういうのが分かんないっていうとこがあったからな。この頃は一回一回ジャッジのとこに行って聞かしたら確認してっていう時に、それはライモンの BGM 一回聞く。何かの作業をしてたら自然とライモンシティのポケセンが一番近いからそこにいるっていう。でもそっから自転車を押すから自転車を引くんだよ。あ、まあそうね。この動画を撮るにあたってさ、 BW2 を開いてみたのよ。うん、じゃあライモンにいた。当たり前だわ。この動画見た人で BW 持ってたら一回起動してみてほしい。多分ライモンにいるよ。次が戦闘トレーナー BW、まあ、言わずもがな、まあ、我々が一番戦った5世代対戦のまあ BGM やね。これこそ聞かされただよ、ね、今でこそ対戦用 BGM 切り替えとかができるようになったけど、当時はまあ一種類やったから対戦するたびに何百戦も同じ BGM を聞かされるという。一つ救いなのがさ、この世代ってさ、まあ、ポケモンピンチになったら BGM 変わるやん。賛否両論のやつね。もはや3ないだろ、まあ、あんまり3は見たことないんやけど。まあ対戦人口的にもBGM 変更できないっていう仕様的にも一番聞いた人が多い BGM なんじゃないですか。聞かされた感マックスだな。このランキングにはすごい神や。次に Wi-Fi ランダムバトル。うん、テレレレレンテン。そんな BGM だっけ。テレテレレテレレ。あ、そうそうそれそれ。これなんか公式がお気に入りなんか5世代から7世代までずっとこれないよね。あれだね、冷凍対戦のマッチングまでの音だよね。ここからもうずっと定番みたいな感じになっていくんかなって思ったら8世代で変わっちゃったから残念だなって思って。ずっと聞かされた聞かされたって言ってたのに8世代でなくなったらなくなったね。なくなったら寂しい。もしかしたら第9世代で帰ってくるかもね。帰ってきたらかなり興奮しちゃう、ね、この BGM 好きだよって人はぜひコメントで熱い意思表明を。帰ってくるかも。いやでも帰ってきてほしいけどな。次が戦闘トレーナーかっこカロス。てん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 やな。あの XY の BGM これしか知らん。
XY の本家のこの BGM よりスマブラのアレンジのが好き。この BGM でなんか印象に残ってるのがあのスマブラなんよな。なんでみんなそんなスマブラ、自分が一番スマブラしてるはずなのにそんなにあれなんだけど、これがどうとか思わったことないんだけど、あの 3DS のねスマブラ4はね、その時絡んでたポケ勢とやることがあったんやけど、だからスマブラでも同じ BGM 聞かされるからって一緒にやってるやつがなんかめっちゃ怒ってて、しかも XY もスマブラも同時期だし、ね、同じ BGM なんで別のゲームで聞きながらプレイしなきゃいけねえんだよってなんか怒ってて、 3,4 時間ぐらいレートやって息抜きにスマブラでもやろうぜってやったらこれ流れるのかそれは印象に残ってる。スマブラ4はそうね、オーラスより発売前だから、まあ XY の BGM がそりゃ採用されるわなっていう話ではあるよ。次が大空を飛ぶ、何これ、天かける夢って読むのかな、天かけるでは知恵袋にある天かけるって書いてそいつが言ってるだけそいつが公式見解じゃない、どこで聞くかというと、まあ、ラティオス、ラティアスで空飛んで、メガルビア、ラファサファイアで、まあ、順伝説に出会いに行くと。順伝源泉がえぐくなかったマジで一番するのはメザコーリボルトでしょ、まあ、スイ君とかはまあ別にとりあえず高い個体値を狙えばいいんやけど、ボルトがねやっぱメザパがほぼ必須のポケモンで、しかもまあ当時めちゃくちゃ強かったから、ボルトロスがほとんどなんかボルト粘りっていうのはもう対戦するにおいては必須やったんやけど、でもボルトの前に行ったらそこでレポートすればいいんでしょ、そういうわけではない、いや空ではレポートできなかった、できない、空飛び続けてボルトロス差がないといけない、クモンとこ行ってぶつかってっていうのを毎度毎度繰り返すから、そら聞くわ、いや音あえて聞かないでしょみんなこの源泉さすがにいやこれは俺のボルトロスの思い出言うとね、俺ボルトロス源泉2日ぐらいで終わったよね。 A0B30 メザ氷個体っていう完全理想値のボルトが2日ぐらいで俺出たんよね。 HCDS の V? そうそうそう、改造やん改造で出すとしたらこれっていう、それをツイッターで言ったらもうマジで改造扱いみたいなのされて俺だってこんなリソースとか出たらちょっと悪い気がしちゃって、まあ俺のボルトロスめちゃくちゃまた貸しされまくっていや、なんかいやそれで言うと借りたような記憶あるな、いやそう、いつの間にか A0 が俺のボルトロス持ってたとかある最強ボルトやっぱね、借り得だからね次が戦闘伝説のポケモン一種、これがボルト源泉の BGM だよね。あーこれ EW で聞くわけじゃなくてアレンジされたのをオメガルビアアルファサファイアで聞いてるのか。そう、そういうことだね。浸されたランキングでは非常に上位だな、この曲意外と好きだわ。てかまあ5世代順で聞かされる BGM やから、ボルトロスとか捕まえるためにストーリー周回してるけど、なんかもったいないからコバルオンとかも捕まえとこって言って泣く泣く聞く BGM。 コバルオン5世代では結構強いから、まあまあ意外とね、まあ5世代6世代両方で聞くって考えたらすごいよまあ確かに聞く機会は多いな。次がフェスサークル BGM かっこ夜、まあ大体みんなゲームやるときって夜やるから夜聞く方が多いんやろうけど、夜行性だからね、オタクはサンムーンでインターネット繋ごうとしたら絶対聞く、通信をしようとしたらまあ必ずフェスサークルに入る必要があるから、しかもこのインターネット繋いでる間も流れるから結構聞かされるよね。この BGM に関してちょっと思うのが、まあランダムマッチでまあバカみたいに負けた後にまあインターネットから接続を切る時にもまあこのお祭り気分の BGM でなんかお出迎えしてくれるから、タコ負けした後にこれ聞いたら鬱になる、漏れなくね陽気な BGM でお出迎えされるよ。次がウルトラワープライド、サンムーンのストーリーの進行上でも必ずやらされるし、順伝近伝に出会うためにこの BGM を必ず聞く必要があるんやけど、サンムーンでまあ欲しい伝説を引くためにこのウルトラワープライドやろうと思っても、平気で数時間その狙いのポケモン引くまでウルトラワープライドだけをやる必要があるから、その伝説ポケモン見つけたとしてもそっから厳選だからね、王冠があるからまあギリ耐えてるけど、それで厳選終わんなかったら巣穴というか探し直しでしょ、それはできないから絶対もう見つけたらもうやらなきゃいけない、いろいろシステムに文句があるよねこれ、システムが悪いせいでめっちゃ聞くことになる、まあそうだね最後が戦闘ダイマックスポケモン、クスレイドバトルの BGM だね、このレイドに入った時に最初に流れる効果音だと思ってたんだけど、ああわかる、 BGM の一部めちゃくちゃわかるこれも剣盾ではもう絶対に避けては通れない BGM という、剣盾の育成環境全部これみたいなとこあるから正直、まあ、剣盾のランクまで BGM 好きなの選べるけどこれにしてる人見たことないもんいや確かにさすがにこれにするやついない対戦 BGM 使用率ランキングみたいなのがあったら多分かなり下位だと思う、これここで聞く、わざわざ対戦中に聞かなくていいもん、
根本的な話なんやけど、まあ音をオンにしてたらポケモンの鳴き声も当然聞こえるんやけどさ、うん、ただケンタテってダイマックスのポケモンが出現した時の鳴き声がこれ設定ミスかって思うほどうるさいと思ってて、まあ音割れてるよね、うん、割れてるね、グワーンっていう鳴き声があれがすっげーうるさいミュートにしないにしろ音はかなり下げてると思うから、聞かされる機会は多いにしろめっちゃ注目することって少ないんじゃないかなって思うんですが、耳に残りにくい BGM ってあるけどこれはあんまり残らない。でも俺はまあどんな BGM にもとりあえずは一通り耳を鳴らしておきますんで、 BGM に自分が合わせるスタンスというわけでポケモン配信がたくさん聞いた BGM ランキングやっていったんですけど、人によって変わるだろうけど、まあ、僕たち対戦歴大体10年ぐらいの配信だとこうなりますよって感じだね。育成関連ばっかやね。個人的にはダイパーとか、まあ、リメイクでもそうだけど、地下の BGM ヒューンって落ちてきた、うん、その BGM それがね結構個人的には、はい、入れてもよかったんだけど、まあ多分2人はそんなにやってないでしょまあ昔はやってたけどダイパーリメイクになってからは化石多分10回ぐらいしか掘ってない。俺個人的には完全に番外編なんやけど、バトエボの選出画面 BGM をランクインさせたかったっていうのがコメントとかでもさ、バトエボの BGM 嬉しいみたいなのちょこちょこ見ない。俺はカジノシアターコロシアムが一番好きだわ。カジノシアターコロシアムってデレテッテッテーデレテーってやつ、あれか一番最初の、わからん バトエボのストーリーやってないでしょ、ね、まあ、僕 Wii 持ってないんで俺も持ってない。でも動画はめっちゃ見てるから BGM はわかる、うん、あともう一つなんやけど、これ俺だけの番外編なんやけど、はい、ポケモンコロシアム XD の君は戦いに何を見るかっていう BGM がある。タイトルだけ有名だよね。そうタイトルだけ聞いたことある。これは俺が公式大会とかでね集中して対戦をするときにこれを聞きながらやると決めていた BGM なんで、この BGM 聞いたらゾーン入る。演技はいい BGM かもしれない。まあめちゃくちゃ勝ったときにもこれを聞いていたのは確かやから、今回はあくまでも自分たちがたくさん聞いた BGM をランクインさせていったので、まあ、皆さんの思い出の BGM があればぜひコメント欄で教えてください。皆さんポケモンが好きだったらポケモンの BGM も好きになりましょうという、ミュートにせずその BGM には必ず味がありますのでね、我慢して聞きましょう。これからもためになる対戦動画解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。